ご注意ください。いや、エグいけどな。え、ホンダが作ったロボットぐらい精密やったの。動き足もや、お前。とんでもないな。ほんまとんでもない。どうやってほんま破天荒やわ。嬉しい。破天荒嬉しい。バレ男や。人体ないねん。あんねん。作ってん。また。あ、もうやめたい。やめたい。やめたいの。やめたい。なんで言うの。やめさせてください。すみません、やめます。ああ、ってな感じで手首とこの前腕がおもろ。めっちゃ鍛えれるっていうパワーボール。俺もやっていい。これできないですよ、多分。できひんの。むずいにや。あのコツいるんで、でも初見でできる人はエグいっす。パワーボーラー。なんかないってないって。パワーボーラー、フットボーラーみたいな、ないって。パワーボーラーよ、マジできたらな。やってみ、一回、はい、回すね、これを。んこうこうこう、そう、その合ってる向き合ってる。回らないの。ほら、え、どういうこと。もう回ってないね。え、どういうこと。これできてないってこと。できてない。ちゃうねん。肘軸ちゃうねん、手首軸やから。難しい、パワーボール。めっちゃむずいで、パワーボール。パワーボール難しい。パワーボール、はい。で、離して、そう。これ、頭。これ、止まります。15秒後ぐらいに。何秒後に止まるかも分かんの。うん。これ、止まる。え、俺、パワーボーラー。え、俺、パワーボーラーの才能あり。え、パワーボーラーやん。いいな。ちょっと引き継ぎますわ。早く下の渡すから、うん、感覚つかんで。うわめっちゃ早乗ってる。あ、やば、めっちゃ音すごいやん。やばいやばい。うわそんなんなんの。いや、それめっちゃすごいから、遠心力グロいから持ってかれた。えちょっとやってみ。えの回転を全部の皮膚。お前何してるの。ズシャー。何してるの。え、うまっ。え、復活できそうやん。え、いいえ、どうでもよ。おい、すごい、いけた。できたら復活した。パワーボール。おい、ええー、わ、お前すごいな。ってな感じで、まあパワーボールを使って右手の強化に努めてたと。どうもこんにちは、雷獣のソワです。今日はですね、前十字靭帯再建術後、17日目なんですけれども、うん、そんな私がどのようなリハビリを行っているのか、少しご紹介したいと思います。リハビリルーティンね、はい。あ、なんかリハビリの指導の方ですか。あ、アマチュアで理学療法士やってます。アマチュアの理学療法士。ガメです。怖っ。健常者さんですね、うん、健常者です。今日も頑張っていきましょうね、うん。まずは呼吸から、うん、呼吸からないな。ここやることないわ。この時はどういうことを意識されるんですか。インナーマッスルに力が入るようにしっかりと吐き切ります。吐き切ります。息をで、空気が胸に入るんじゃなくてお腹に入るイメージで。なるほど、深く。壁さん変顔お願いします。今退屈なんで。これ意味あるんですか。足早く見たいんですけど、これ意味あるんですかね。というのを、まあ、これを10回やってからですね、まあ、今回はちょっと時間がないので2回に収めておきますが、はい、続きましてですね、足上げの運動ですね。膝をまっすぐ伸ばした状態で足を、うん、それ鍛えられそう。やられてる足。やられてる足です、うん。これじゃあ曲げちゃったらあかんねやんな。曲げちゃダメです。曲げたらもうまたベキってなっちゃう、ね、はい。ここの、太ももの前の筋肉ですね、はいはい、を鍛えるためにこういう風に伸ばしきった状態で上げ下げ。何筋ですかそこ、うん。大腿直筋ですね。なるほど。大腿直筋というものと、はいはい、まあ、内側広筋外側広筋などなどの、はいはい、太ももの前の筋肉を今鍛えてますね。
そっか、伸ばしてるから直筋なんですね。そうですね。なんか三頭筋とかそういうのは曲げるときに使うってことですか？三頭筋は伸ばすときですね。あ、伸ばすときやった。で、三頭筋は腕にしかないです。あ、腕にしかない。え、足には何筋があるんですか？足は四頭筋？そうですね、ハムストリングスと言われるものと、まあその前の大腿直筋、大腿、なるほど、内側広筋とか外側広筋とか、お、まあ、内転筋とかいろいろ。内転筋って、内転筋なども、うん、もあります。詳しいですね。まあ膝怪我したんで医学やってるからよ。勉強してますからね。これをまあ40回、うん、意外ときついんですよ。いや、きつそう。そうで、え、腹筋にも力必要な。あ、そうそう、だから体幹もこれで鍛えるっていう、うん、で、補助ありのやつをやりたいんですけど。補助いるじゃないですか、アマチュアの。やりますよ。エッチなね、補助を。足を持って、え、エッチな補助してくれますよね、もちろんお前なりのエッチ。右足持ってほしいんですよ。ちょっと下からこう右足を上げてほしくて。え、なんか挟めるもんないですかね、下に敷けそうな服とかでいいんですけど。あ、その服取ってもらっていいですか、これ。はい、メガネ文字ベタで。え、これをめっちゃ可愛い女のリハビリの人にやってもらってるん。やってもらってた。え、今はどんな人にやってもらってる。ゴリラみたいな人がやってくれてます、ね、で、これちょっと右足上げてもらっていいですか、はいはいはい、まっすぐなるぐらいまで。こう、はい、で、ここの筋肉を鍛えたいんですよ。ほうほう。で、僕も自分でまっすぐ上げることできないんですよ、今。まっすぐは膝がプラプラやから、ちょっとは曲がっちゃうっていう、まあ、うん、自力で上げたらどんぐらいになるかちょっと見てもらいたいんですけど、うん、自力やと本気出してもこんぐらいまでしか上がんないんですよ。ああ、こういかへんね、ピタッと。それをここの筋肉を使ってまっすぐする練習っていうのを今してて、うんうん、なるほど、うん、そうなんで、ちょっとまっすぐ上げてほしいんですよ。ここがまっすぐになる。こうだろ。あ、そうです、そうです。持っていい。あ、そうです。いける。はい、で、話していいと、話すよって言ってから話してほしいんですけど、もちろんここの筋肉に今俺が力を入れた状態でこれをキープする練習です、はいはいはい、自分で上げるのはむずいけど、そう、上げてもらってキープやったらいけると。もし下がってきたらまた上げてもらってっていう感じです。補助者には、補助者がゆっくり緩めてくんやな。ここの筋肉を頑張って使ってキープするんで、はい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 、僕がいいタイミングで話してください。話すよって言って話してください。でもあんまガッて話さん方がいいよね、だからゆっくり、はい、じゃあ話すよ。はい、はい、いや、きつそう。なんか知らんけど、あ、もう無視さおみたいなのをやってます。へえ。コツコツと。この2個、いや、もっといっぱいありますけど、補助者さんがいるのはこれ、これ。なるほど。と、あと横からね、体重をかけてほしいんですけど、 ここ来てもらっていいですか、ちょっと。はいはい、はい、壁さん、ここで、はい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 、ほんで僕が、うん、こう、うん、難しいな、こうかな、画角的には。おこっちから僕の体を向こう軸に押してほしいんですよ。え、もうこう押していいの？そうです、押してほしくて、僕はそれを右足で耐えます。うわ、お、膝とここの筋肉が、ここを歩くときって右足に1回全体重乗って、また左足に乗ってじゃないですか。なるほど。それの練習をしますね。なるほどね。こんな感じです。膝、あ、グロインちゃうの？ああ、まあまあまあ、いやでも綺麗になってるよ、めっちゃ、うん、手術後は。なるほど、ね、綺麗にしてもらってよかったね。はい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 、はい、なん でこれをこう、そう、僕はます、うわー、そう、もうちょい来てもいいですよ。あ、いいね。どうだ、頑張れ、頑張って、すいません、もう無理です、行きます、はい。エロ、あ、エロ、エロだよ。きついなぁ、マジで。いきます。きついね、やでも。めっちゃきつい。だから、ここで体重を支えないといけないんで、まあ、歩く練習に近いです、ね。なるほどな。膝にどれ、まあ、荷重をかける練習。あと、あれもあるやん。器具もあるやん。器具？これもあるやん。パワーボール今持ってない。え、あと、あれは紐みたいなさ。紐も持ってない。紐なんやっけ、うん、名前なんやっけ。グロング。グロングな。嘘つけよ。グロングっていう、こういう。チューブね。なあ、うん、グロングとパワーボールはちょっと今日なしか。今日なしですね。適当につけたよ、グロング。こんなとこでリハビリすると思ってなかったって。家のヨガマットの付近に今もありますね。じゃあ頑張ってください。頑張ります。はい、変顔。どうもこんにちは、ライジュのトアです。
現在はですね、まあ、このように何も装具をつけずに歩くことができております。リハビリ頑張ります。